認知症リハビリテーション専門士がお届けする認知症予防チャンネル。今日はですね、高血圧と認知症についてのお話、その2になります。皆さんですね、血圧を測るといいますと、やはり健康診断だけになるのではないでしょうか。今ではもうスーパーとか、あと、まあ、薬局とかに置いている場合があるんですけども、なかなか測る機会っていうのがやはり少ないのが現状だと思います。そしてこの血圧なんですが、この測り方というものがまあ存在してまして、日本の高血圧学会というところがありまして、そこで、進めている測定法というものがあります。まず測定する位置なんですけども、まずは上腕部ですね。上腕下腹血圧計によって、ま、巻いて測るやつなんですけども、測っていきましょうと。で、次にその位置、高さ、ね、なんですけども、心臓の高さに近い上腕部ですね。まあ、よくこう腕を通してこうやって測る機会があるんですけども、ちょうど心臓の位置の高さになっていると思います。で、この測定値が最も安定していると言われております。その位置がですね、心臓よりも高くなってしまうと実際の数値よりも低く出てしまいますし、その位置が心臓よりも下がってしまうと実際の数値よりも高く表示されていきますので注意が必要です。で、次に測定時の条件として、いつ測ればいいのかというところなんですけども、基本はまあ朝もし、晩になっています。で、じゃあ朝はいつかと言いますと、起床後1時間以内、排尿後、朝の服薬前、座った姿勢で 1、2分間安静にした後に測りましょうというところです。では、晩なんですけども、就寝前ですね、床に入る前ですね、あと座った姿勢で1から2分間安静にした後ということになってきます。あとですね、歩いたり飲食したりすると血圧は上昇していきます。血圧測定時には椅子などにしっかり腰をかけて体の力を抜いて 1、2分間安静にしてから測定するようにしていきましょう。そして医師の指示によっては夕食前などの測定もあったりします。その場合はまあ医師の指示に従うようにしていってください。またですね、自分で血圧が上がったかなと感じたときは、測定値と、まあ、原因ですね、まあ、推定でいいんですけども、記録しておくのも役立ちます。なんか喧嘩した後とか、近くでなんかうるさい、状態、バイクバンバンブンブンうるさいぞとか、そういった時に上がっちゃったという時には上がったりすると思いますので、そういったことをしっかり記録記録を取っておいてください。測定回数なんですけども、基本的には朝晩各1回以上ということになってきます。あと医師の指示によっては複数回ですね、測定して平均値を記録するということもありますので、その場合は医師の指示に従うようにしていきましょう。そして血圧測定の落とし穴というところもありまして、実はですね、隠れた高血圧を見逃してしまうということがあります。ところにですね、家庭内血圧ですね、まあ、診察、病院で測る血圧と家で測る血圧がありまして、家で測るのが家庭内血圧というんですけども、その家庭内血圧で見逃しやすいポイントは血圧の左右差になってきます。まあ、一般的にですね、右利きの人は左上腕に下腹を巻くと、まあ、要は右利きの中でしっかり巻けませんと、左だというところありまして、まあ、大体ですね、血圧計を作っているメーカーさんのサイトでは全部左のね、で測ってる写真もしくはイラストが載ってるかと思います。基本的には右利きの方が多いので左側になっています。で、日本高血圧学会では別に右でも左でも良いですよというところになっておりまして、で、ただまあ YouTube で発信されてます先生方によると右側が良いですよという方もたくさんいらっしゃいます。
そして病院とかで、腕を通して測る血圧計が皆さん、あるかと思うんですけども、基本的にはもう右が多いですよね。なので、家で測る、どうしても右利きの人は左で測っても、別に右で測っても良いということにはなっているようです。そして、先ほど言った、右利きの人は左上腕関節を巻いて、測るんですけども、左鎖骨下ですね、ここに動脈硬化がある方がいらっしゃる場合は血管の詰まりですね、動脈硬化で血管に詰まりのある方は実際の数値よりも低い測定値が出てしまうことがありますよというところになっています。そしてこのような血管障害は末梢動脈疾患といいまして、脳梗塞とか心疾患を引き起こす危険がありますので注意が必要になってきます。で、動脈硬化とは何ぞやと言いますと、老化に伴って、血管の内壁、内側ですね、に脂肪分などのカスがついていく、溜まっていくということなんですね。これプラークというんですけども、そういう溜まっていく現象のことを動脈硬化と言います。そして、高血圧の症状。なんですけども、多少ですね、血圧が高くても自覚症状がないのが普通となってきます。血圧がですね、かなり高い時は頭痛とか、あとめまい、あと肩こりなどが起きやすくなります。しかしこういった症状はですね、ただの肩こりのね、方もいらっしゃいますし、熱が出てちょっと頭がガンガンするよとか、なんか別の病気で、めまいの病気もあるんですけども、そういったものもたくさん含まれますので、一概にはですね、高血圧とは関係なしによく現れるということになってきます。ですので高血圧は自覚症状が当てにならない病気と言えますよというところになります。日本のですね、高血圧学会によりますと、診察室血圧、つまり病院で測る血圧が、上の血圧で 140mHg、 下の血圧が 90mHg 以上の場合は家庭内血圧の値で、1週間ですね、だいたい5日から7日の平均が、上の血圧でだいたい 135mHg、 下の血圧で 85mHg ですね、以上あると高血圧と診断されます。そして、一般的にですね、血圧下の、上の数字が60以下になると危篤状態というのが、これになります。60以下で危篤ということになってきます。そして血圧がですね、上の血圧で 200mHg を超えて高くなると、頭痛がしたりとか、あとふわふわそういうような変な感じがしたいといった症状が出ることがあります。非常に血圧が高い場合は脳出血とか命に関わる状態になる危険性がありますので、急いで治療をしなければいけませんので、すぐに救急車を呼びましょう。で、特に高齢になってくるとやっぱりどうしてもね、血管弱ってきますので、高血圧になる方がやはり増えてきます。そして高血圧のお薬というものが処方されますので、そういった薬で血圧を下げている方もたくさんね、高齢者の方ではいらっしゃいます。皆さんはね、こういった状況にならないようにしっかりね、運動して、ならないように野菜とか果物とかね、食習慣を正しくしていきましょうというところになります。次に、収縮期血圧、上の血圧がですね、だいたい 180mHg 以上ですね、を超える場合は悪性高血圧と言われまして、血圧が異常に上がり、動脈瘤解離ですね、動脈瘤解離とか高血圧脳症、あとは心臓の疾患、あと腎臓の機能低下
ですね、こういった臓器の急性障害が起こってきます。急に悪化進行する汚染がありますので、速やかな対処が必要になってきますので、すぐに病院に行きましょうということになっています。またですね、もともと持病に高血圧がありますと、高血圧脳症ですね、を発症するリスクというものが高まってきます。そして単に高血圧だけでなく、腎不全とか、あと妊娠高血圧症などを基礎疾患としている方も注意が必要となってきます。ではどのぐらい血圧が高くなると危険なのでしょうかというところなんですけども、一般には上の数字、血圧が180、下の数字が110mHg 以上が危険なんでしょうかというところなんですけども、一般にはですね、上の数字180以上、下の数字が 110mHg 以上で異常高血圧とされています。しかしですね、血圧がまあ180以上だからすぐ危険というわけではありません。まあ、この急激に血圧が上昇するということが危険なんです。わかります？ぐーっと上がってしまうのが危険なんです。なので普段からの血圧管理が大切ですよというところが重要な話になってきます。高齢者などはやはり血圧が上がります。でその方というのは、まあ病院に行くと血圧を下げる薬。で結構高齢者になるともう、すごくね、急にグッと上がったりグッと下がったりする傾向にあります。このグッとね、上がったり下がったりするのが非常に危険になってくるわけです、高齢になると。なので皆さん気をつけていきましょうというところです。そしてよく言われるのは、その入浴時ですね、高血圧時の入浴についてなんですけども、入浴は全身浴で、だいたい40度に10分ぐらいの入浴がおすすめです。だいたい体温が 0.5 度から1度ほど上がりまして、血流がかなり良くなってきます。すると体の痛みが和らぐ、良い、睡眠が得られるといったメリットが得られるようになります。そして42度以上ですね、結構厚めのお湯になるんですけども、これで42度以上で入浴すると交感神経が活発になってきます、ね。38から41度ぐらいで副交感神経が活発になってくるんで中温浴と言われまして、42度以上だと高温浴と言って、交感神経が活発になって目が覚めてしまいますので、夜に入る方は暑くならない41度までにしておきましょう。でもし朝入って目を覚ましたいなという方は、ちょっと厚めのお湯ですね、42度以上の高温浴にした方が交感神経が活発になりますので、良いかとは思います。ただ血圧の目張り系が増して血栓ができたりしますので、まあ、さらにですね、まあ、血圧が過度に上がるなど体に負担かかってきますので、高温での入浴、高温浴42度以上で扱う場合は注意が必要ですよというところになっています。そしてこの入浴のいい作用なんですけども、温熱作用と静水圧作用と、あとは浮力作用というものがありまして、温熱作用でいうと循環促進、あとは血圧の変動、ね、血圧下げてくれる、多量の発汗、汗をかける、そして神経の感受性の低下、まあ、リラックスできますよ。そして静水圧作用というのがありまして、新陳代謝の促進、そして循環促進、まあ足のむくみの軽減ですね、してくれたりとか、腹部への圧迫により横隔膜を上げる。そして浮力作用、筋力の負担軽減、まあ、疲労回復になります。そして関節可動域範囲の拡大、ね、関節が高齢者だと硬くなっていますので、お風呂に入った時にしっかり伸ばしていきましょうと。で施設ではもうこういう、ね、関節硬くなっている方を伸ばしていってあげると。
という感じになっています。そして高齢者やなって施設に入ると、お湯に浸かれる時間がだいたい5分程度が多いんじゃないでしょうかね。まあ、このぐらいの高齢者になるとやはり危険性が高まってきますので、入浴するのは5分程度というところが多くなっております。そして東京都市大学などの研究グループによる調査なんですけども、血圧については入浴前の就職期、まあ、上の血圧が 160mHg 以上になると正常血圧に比べて、入浴の事故ですね、の発生は 3.63 倍に上昇していきます。そして入浴前のですね、拡張器血圧上の、下ですね、下の血圧が 100mHg 以上であると入浴事故の発生は14.71 倍かなに上昇することが分かりましたと。そして体温についてなんですが、入浴前に体温が 37.5 度以上であると入浴事故の発生は 16.47 倍に上昇しましたよというところがありまして、まあ、これはまあ高齢者の施設で、まあ、基本の、まあ、こうなった場合は入れませんとか正式にしましょう、拭いて、ね、着替えるということに変わってきますので、まあ、こういったところの基本的な数字として入る入らないね、これらではそういうところが基準になっております、ね、37.5 度以上の熱がある場合はやめましょう。上の血圧が 160mHg 以上、または下の血圧が 100mHg 以上の場合は体調不良を、ね、起こす確率が高くなるので入浴は避けて、もう何だったらもう温かいタオルで体を拭く程度にしていきましょうというところになってきます。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画が良かったという方は、高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。またですね、コメント欄に参考論文、そして参考サイトですね、URL を貼り付けておきますので、よかったら見ていってください。それでは、さようなら。